するしない？そんな中で、解説の仕事も順調で、マージャンもある、で、さらなる目標も持ってる、そんなキムさんって、休みの日とか普段は何してるんですか？マージャンのことばっかりなんですか？ずっとね、買い物好きだったんですけど、もう好きそうですね。そう好きそう。いいシャツを探すのがね、ごめんなさい、一回聞いて聞きたかったんですけど、どこで買ってるんですか？それみんな聞くね。で、いや、みんな多分七不思議みたいな、これ疑問に思ってキムタン七不思議って、これはもう20種類近く派手シャツあるんですけど、ほぼ全部一つのお店です。もう行きつけの、え、なんていうところなんですか？内緒言えます？あ、全然言えますよ。スタイルワークスっていう名前の、ブランド名、お店の名前で、新橋とお台場とかな、近くだとにあるんですけど、20回買ってるそこで、20回以上、20枚ぐらいは買ったような気がします。はい、いつ見ても結構違うんですよね。そうね、でもだんだんね、ちょっと最近買い足してないんで、20種類ぐらいあるとなんかローテーション効いて買い足せてないんだけど、それね、まあでも他にも別そのお店にこだわらずね、フラット買い物行っていいシャツないかなっつってやってるんだ。探すのが趣味だったんですけど、あれ変わっちゃった？最近ね、ようやく、買い物ってなんか趣味なのか普通のいる当然やらないといけない行為なのか微妙なところじゃないですか。最近本当に趣味らしい趣味ができて。何ですか？任天堂スイッチを買って。世の中もっと前からやってた、みんなスイッチ持ったんだ。本当にね、どうです？20年ぶりぐらいに。何やってんの？ゼルダの伝説。やってて、おハマりになられて。面白い。はい。どれくらいのペースでやってるんですか？2日に1回はちょっとでも絶対、とりあえず絶対電源を入れて。ゼルダさんなんて、いろいろ前から出てるし、なんかだ、ね、そんなスイッチから急にテンション、今までやってなかったってこと、うん、そうもう本当に若い頃しかゲームやってなかったんで、ゲームそれが楽しいですね。そう、楽しい。じゃあシャツ買いに行けないですね。落ち込もっちゃいますね。本当だね。面白い。そうなんだ、シャツみんなどこにやっぱ気になってるんですね。みんな聞いてくるね。聞いてきますよね。恥ずかしくて、なんかあんまりぼやかしてたんだけど、いや、もうその辺だよみたいな。新作できたらぜひツイッターに上げてくださいね。ああ、なるほどね。気になりますか、ね。確かにね、晴れの舞台では新しいの着ていったりしてね、ちょいちょい買い足していくんで。やっぱりなんかそういうの着ても負けない個性と、あるからいいですよね。似合ってるし、着こなせないですよ。似合ってるって言われるのは嬉しいですね。いや、マジ本当に。そうだよね。いや、勇気いるよね、普通に。あ、そういう感覚をお持ちなんですか？勇気いるとかは理解されてる。初めて着るときはちょっと勇気いったかな。一応聞くんですけど、初めてはいつだったんですか？初めては、施設リーグ若獅子戦っていうのを、あ、存じてます。決勝で着ていきました。公式戦はね、まだちょっと、メンタルブロックがかかって、なんと叩かれたらどうしようかなとか、ふざけてるって思われてんのか、思われるかなと思って、ふざけてるでしょ。え、でも個性って出すのめちゃくちゃ大事だから、そう思ってね、来たんですけど、公式戦はちょっと一旦やめて、ちょっと評判世論を見てみようかなと思って、施設リーグの決勝戦放送だったんで、聞いたら、ああ結構評判かなと思って、それで。キムさんってなんかそれぐらいこう見た目華やかなのに、かなりこう繊細に世論とか気にしてるんですね。まあそれはね、大人ですもんね。お互い気にする？気にしてますよ。こういう言い回ししたらあれかなとかは気にしてます。やっぱり、あ、でももう叩かれる分にはしょうがないって思いません？あ、それも思います、ね、はい。なんかもう別にいいかな、叩かれてなんぼかなっていうのも思いますけど、分かってくれる人が分かってくれればもういいかなっていう、ありますよね。ありますあります。なんかキャラ立っちゃう系の人の悩みってありますよね。いや、もうどうしても絶対十人十色千差万別っていうんで、1000人が1000人とも自分を好きになることは、それはないでしょう。人間もう全然いらない、人間なんで、それは叩かれることもある。でもキムさんって喋るとめちゃくちゃ人がいいし、めっちゃできてるんですよ、人間。なんで叩かれるんですか？シャツですか？なんだろうね。いやいや、私は敵を作ってる自覚がちょっとあるんですよ。まあ、全員に受けないだろうなっていう人間だと思うんですけど、言ったらダメなんだよね。いや、いいです。でもキムさんって別
別にそういうとこないんですよ、ね、いやいや全然それはもうあんま見ないようにはしてますけど、マイナスのことは、はい、なんでなんだろう。まあまあまあそれは人間なんで好み好き嫌いあるんで。キムさんのことを応援してくださる方ってどこの年代が多いんですか。男性女性のヘルスって自覚の中ではどれくらいですか。男性女性、男性が7割ぐらい、はいはいはい、結構じゃあ体感ですけど。後輩からもかなり慕われてそうですもんね。どうなんだろうね。職場もそうだし、教会の中でもだって、権力振りかざしたりしてるんですか。権力振りかざすってどんなイメージ。お前は、ケシカスだとか言ったりするんですか。そういうのが権力振りかざすだとしたら全く振りかざしてないです。あ、じゃあよかったです、はい。でもやっぱり職場ではもう結構怖がられたりするんですか。遠い人になっちゃったかなって言ってますよね。ああ、そっか、それはあるかもな。やっぱり店長ぐらいの頃が、その自分の一緒の店舗で働くアルバイトとか社員とかと距離近くて、もうちょっと偉くなりすぎちゃいましたか。そうなんだよね。なんかかっこいい悩みですね。偉くなりすぎちゃったキムちゃんみたいな。ね、そうなんだよ。あともう一個聞いていいですか、はい、女性関係とかってどれくらい、何にも情報がないんですけど、はい、今彼女いるんですか。いないと思いますか。お、俺クラスがどうですか。いたぞ、これはいるぞ。いないと思ってるんですか。彼女切れたことあります。切れたことがあると思ってるんですか。ないんだ。何歳からずっと。いやー、どうでしょうね。いや、まあ、どうしようね。女性のことに関しては気も喋らないスタイルだ。言います、みんなカメラの前で。え、だって結婚はしたことはないんですよね。ないです。あ、ないです。え、みんな、あれ教えてくれないんだ。女子プロみたいですね。言うみんな、そんなに。え、言わないのかな、そんなに。でも、いない人多いですからね、麻雀界。彼氏、彼女が。あ、そうなの。うん、結構いない人が多いです。でも、結婚してる人増えたよね。今、年代的にね。私もそうですね。ねえ。いやいやいや、でも本当ね、結婚してる人増えてきて嬉しいですよね。20年前のイメージだと麻雀プロはもうなんか一人でやっていくみたいなイメージもちょっとあったんですけど、やっぱり生活ちゃんとね、生活できるようになってきてるってことなんで、ね、結婚して家庭も築いていて、そういう人増えて嬉しい変化ですよね。うん、でも私のプロになった年8年前とかなんですけど、そんなの想像できなかったです。あ、そうだよね。それでもその近さでさえ想像できないのに、じゃあキムさんが入った時代とか、もっと前の世代とか、絶対ないですよね。本当に。だから結婚するからプロ辞めようとか、ね、そんな人ばっかりだったもん、昔は。自由な時間がなきゃできないみたいなね。そう、時間もそうだし、収入も不安で。ね、時代良くなりました、はい、それも本当にね、いろんな方に支えていただいて、ファンの方にも支えていただいて、お金を稼げるようになってきてるんで、じゃあ本当に匠の技持ってる人がね、どんどんずっとやれるようになってね、本当にいいサイクルになってきてると思います。よかったら最後にファンの皆さんに一言いただければと思います。はい、ジャンを2回取って、最強17、そうです、はい、最強位も2017取って、はい、そろそろね、麻雀プロとしてのてっぺん見えてきたかなと思ったら、本当にまだまだ先はね、長い麻雀プロ人生まだまだ続くなっていう感じなんで、でも絶対頂上を登り切るまで諦めずに、もっともっと頑張っていきます。皆さんの応援、ほんとどんどんいただくこと増えてきてて、一つ一つの声掛けが自分の身にもなってるんで、ちょっとでもね、キムを応援してみようかな、こいつちょっと面白いかなと思った方、一人でもまたね、増えていただければ、お声掛けいただけると本当に励みになるんで、ぜひSNS でも、道端で会った時とかでもね、ぜひ話しかけていただけると嬉しいです。もっと頑張れるんで。道端会ったら分かりそう。あ、キムタンって感じですね。本当にね、話しかけていただけること増えて嬉しいです。励みにしてます。ぜひ、いつでも声貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。あだ名ないんですか？あだ名？キムタンとか、これひなたんとキムタンみたいな。ああ。ひなキムタン。なかなかね、あだ名絶対つけてもらった方がいいですね。呼び名なんて呼ばれることがですか。おい、キムですか。キムさんとか。あ、さん付けはまあまあ、そうか、ニックネームいいね。そう、つけた方がいいですよ。せっかく M ラボ、P ラボやってるんだから、そこで募集した方がいいですよ。ここでもいいですけど。なるほどね、可愛い系がいいの、やっぱり。
なんかね、人柄がめちゃくちゃいいのに、うん、それが世の中に伝わってな足りないのはもったいないと思う。なるほどね。正直。じゃあなんかキムタン的なプロデュース的な立ち位置で言うと、うん、はい、じゃあぜひどこかでコメントください。キムタンだったりニックネームこれがいいと思うよっていうのよろしくお願いします。お願いします。さあそして今回も見てくださった方に抽選プレゼントがあるということで、はい、キムタン、キムタンから持ってきますはい、こちらです。はい、こちらをサイン入りで抽選で1名様ですねプレゼントしたいと思います。はい、応募フォームからぜひぜひどしどしご応募ください。キムさんのサインとぜひね使えるアイテムなので皆様よろしくお願いします。はい、お願いします。さあというわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価え高評価高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイッターとインスタもフォローしてね。みんなまた見て、バイバーイ。バイバーイ。